皆さんこんにちは、クールチャンネルです。マリオメーカー今日も遊んでいきます。コース募集してるんで、 YouTube のコメント欄か Twitter の方にもどんどんご応募ください。今回は注目の難しいから、ゴールしたら1秒残る60秒スピードラン、タクッチさんへジバニャンさん、クリア率は約 5% ですね。あの有名なゆっくり実況のタクッチさんへ当てられたコースをクルクルクルさんが遊んでみたいと思います。まあ、難易度的にもタイム的にもそんなに難しくはないんじゃないかな。ここまではずっと登っていく感じ。時々ね、今自分がどんな動きしてるのかわからなくなりそうで怖かったけど、まあ大丈夫。クリーングリーンを一回入れた方がいいかな。あ、なくても届くか。三段ジャンプとかそういうわけじゃないんだね。逆に今三段ジャンプをしてたら失敗してたかもしれない。で、クリボを踏んで、これ普通上に隠しブロックがあって、なんだろう、ツババババーンっていくようになってるんだよ。ツババババーンって。でもそういうのは今回はなかった。残り29秒、中間ポイントがあるんかーい。実況者にあるまじき今の咳払い。いや、なんか喉に痰が詰まったような、詰まってないような、なんか言い訳させてください。言い訳で、それ以上言わないよね。言い訳って言い訳とかそんなの今更言うわけがないじゃないですか。で、クリボを踏んで、やっぱり難しくはないね。登っていって右ダッシュでいいのかな。バニーを越えて、いろんな亀をぐちゃぐちゃ踏んで、残り2秒でゴール。残り2秒は待ったね。うん、いやー、このぐらいの難易度だと一発でクリアできるから楽でいいわ。次のコース遊んでいきましょう。さて、今日はお次もスピードラン遊んでいきましょう。思わず言ってしまうかもしれないスピードラン、イケメン亀ウソさん。ウソさん、ウソなんかーい。クリア率は 3.56%。 よし、とりあえず最低限1回は言っておいたぞ。あと何回言うことになるかな。今何起きたんだろう。これメットはかぶるでしょ。普通に登っていって左に行って、パウは叩く。はい、ここのジャンプしておけば OK。 花ちゃんを越えて、左ダッシュからの、ごめん、特に喋ることが思いつかなかった。そんなんでいいのかな。壁キックして、で、ここまでは特別 A っていうところは最初やられたところぐらいしかないんだけど、あそこもやられるなっていう話だけど、残り11秒、なんだろう、タイムがギリギリで A とかそういう感じかな。残り7秒でペンコインがまだいっぱい残ってるな。これ間に合うんかな。引っかかったんだけど、1、2の3段ジャンプ。うわー、これ間に合わないな。今の引っかかんなくても間に合わなくない？よし、今度は普通に来れたぞ。3段ジャンプでスピンして、あとは降りていくだけ。ピンクコイン損なのかーい。最後に A って言わせてくれたわ。あー、間に合った。ありがとうございました。さて、今日はスピラン尽くしにしてみましょうか。キノコさんに憧れて少し難しい独自性あふれるスピードラン、コケハイユリシンさん、 6.84% のクリア率ですね。憧れてっていうことは独自性はあっても、その方のあれがいっぱいあるんだろうな、影響はな。こっちでいいのかな。はい、どこまでパウブロックを持っていくんだ。ここか。よし、投げるよ。 B スイッチを踏んで、あ、面白いけど落ちた。結構高めでジャンプしないと届かないな。よっしょ、ここまではこれで OK と。で、ここまでも OK と。次どこでやられたんだっけ。ここで大ジャンプ。この辺青岩さんっぽいんだけど、まあ、そのままどんどん行ってみますか。敵を踏んづけて、どの辺が、おー、こっちか、こっちか。すごい、キラー砲台がくるくる回っていて、どっちに行けばいいのか全然わからなくなった。で、ゴール。面白かった。本当にね、結構オリジナリティあるギミックがあったような気がしますよ。これはおすすめです。皆さんもぜひ遊んでみてください。さて、最後もスピランに挑戦していきましょう。20秒スピードランですね。クリア率が 2% なんで、難易度は今日は一番高いのかな。まずはとりあえず普通に行ってみるけど、普通に行ったら間に合わないんだろうな。当たるかーい。
ほら、あのコイン別に取らなくていいよね。普通に走っていっちゃダメなのかな。いいね。面白い、面白い。あー、投げるんかーい。何すげえ、めっちゃ楽しいんだけど。やっぱ演奏スピラン最高だわ。皆さんの知っているこれはすごいぞっていう演奏スピランコースだったらぜひ教えてください。いやー最高だわ、モールルさん、ナイスコースですよ。まさに感動した。というわけで今日のクールチャンネルのマリオメーカー実況はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってください。それでは次回はあなたのコースにクルクルクール。バイバーイ。